橋本の素晴らしいスケーティングでした。現在東ドイツのエーリック第1位、そして東ドイツのツァンゲ第2位、そして日本の橋本第3位、そして登場しましたのがオランダのファンヘニップ。同じコース同じ組でインコースからはソビエトのエレーナ・ラプガがスタートします。いよいよ出てきました世界記録保持者。ドキドキしますね。さあこのファンヘニップですがね、当然このエーリックのタイムを計算に入れて滑ってくるはずです。ファンヘニップは 3000m で金メダル、そして昨日の 1500m でも金メダル、この 5000m でトリプルクラウンを狙おうというオランダの23歳のスピードスケーターです。まず20秒2でこの 200m を通過しました。去年の11月末から12月いっぱい怪我のために、右足の怪我のために全く練習にも試合にも出ておりません。そして足の手術もしてきましたヘニップ。そのヘニップが1月の上旬オランダ選手権で突然と復活して、そしてまヨーロッパ選手権でも着々と元に戻して、このカルガリーのオリンピックで見事な金メダル2つを獲得、そして最後のこの 5000m にも金メダルを狙っています。3000m では世界新記録4分11秒94をマーク。場内が騒然としてきました。足を踏み鳴らすオランダの応援団。1分26秒03、このタイムは1秒29エーリックのタイムを上回っています。フォームいかがですか鈴木さん。 いいですね。ホームストレートに戻ってくるたびに大変な歓声が起こります。オランダのお客さんが今日は多い、しかもオランダの選手団も一部この応援に加わっています。2分0秒58、このタイムはエーリックを0秒66上回っています。これですね、はい、まずあの前に滑ったあのエリックのですね、はい、このタイムを常にあの上回って、はい、あの精神的に楽になろうとしているあの作戦ですね。なるほど、はい、あでも落ちてきましたね。ちょっと落ちましたか。 4.7 2分35秒37 0秒02ここでエリックよりも落ちました。こうして滑っているオランダのファンヘニップ、これを支援するオランダのコーチはもちろんですが、もうすでに3人をスタートさせ終えた、つまり3人のタイムが出てしまっている東ドイツのコーチもこれハラハラですよね。そうですね、全く見えない敵、タイムとの戦いをしていますオランダのファンヘニップ。まあ、これでヘニップが金メダルを取るようなことになりますと、あの64年のスコブリコワ以来の大変なスケート選手ということになりますがね。でもここであのエリックに少し負けてるんですよね。はい、現在エーリックはこの後3分44秒32でラップを取っていますが、果たしてこのタイムはどうでしょうか。3分44秒16ここでまた少し戻してきました。オランダのファンヘニップ、このファンヘニップは将来は助産婦さんになりたいそうでして、現在は、ま、その道の医学の勉強もしています。エーリックのタイム4分19秒38 3000m のラップを4分18秒71で通過、また少しリードを増やしました。
オランダの応援団は足を踏み鳴らしています。これはもう目を離せなくなってきましたね。そうですね。サラエボオリンピックでは 3000m に第5位でした。そして 1000m 第6位。4年ぶりに姿を見せたこのファンヘニック、素晴らしい成績でこれまで金メダル2つ、3つ目の金メダルをかけます。 3400m のラップ4分53秒431秒13エイリックのタイムを上回っています。3000m では4分11秒94、世界新記録で金メダル。そして昨日の 1500m カリンカニワをわずかに上回って2分0秒68で金メダル2つ目、3つ目の金メダルをかけてオランダのファンヘニップ 3800m5 分28秒24。強いエイリックはですね、はい、ここであのスピリットが 5.3 なんですよね、はい、35.3 秒なんですが、はい、まだあの 4秒台ですね。ソビエトのラプガはおよそ 100m、 110m から 120m このヘニップから遅れています。オランダのファンヘニップ、これまでエイリックに途中のタイムで遅れを取ったのはわずか2回だけ、その後また戻しているヘニップ。 4200m ラップ6分3秒226分3秒22、エイリックを2秒21上回りました。これは行きますね、このままですと。もうこれでも決まりですよね。決まりですか、はい、さあヘニップがあと最後のこの2周でスタミナが全くなくなるということがなければ行く可能性が非常に濃くなってきました。オランダイボンヌ・ファンヘニップ現在23歳、オリンピックすでに2つのメダルを取っています。そのファンヘニップが6分何秒で通過するか、6分38秒58、素晴らしいタイムで残りあと1周に入ってきました。3つ目の金メダルに向かって走ります。オランダのファンヘニップ、とても去年の暮れに手術をして、そして6週間を休んだスケーターとは思えません。23歳のヘニップ、最後の第2カーブにかかってきました。すごいですね。男子のヤン・イケマの快挙に次ぐこのオランダのファンヘニップ、最後のストレート金メダル目前、3つ目の金メダル目前、最後のストライドに入るヘニップが今フィニッシュ。1分14秒13、素晴らしいタイム、3つ目の金メダルほど確実、素晴らしいタイムで入りました。なんていう先生なんでしょうかね。いやーすごい、自分の持ちます世界記録をなんと6秒以上縮めました、はい、そうですね、すごい底力ですね。驚きました、オランダファンヘニップ、またしても東ドイツを下したオランダのファンヘニップ、素晴らしいタイムでした。いやちょっとこれどうにもなりませんね、はい、本当にあの35秒台にあのスプリットタイムが落ちたのがもう本当に2周しかないんですよね、はい、いや驚きました。オランダのヘーレンベーンには、まあ、室内のリンクがあって当然それなりのトレ